ロードハウクイナは、ツルモククイナかヤンバルクイナ族に分類される鳥類。オーストラリア固有種全長32から42センチメートル。オスの方がやや大型になる。全身の灰色は緑褐色。顔や喉は開白色の羽毛で覆われる。お化け部の仮面は高褐色の羽毛で覆われ、白と赤褐色の横縞が入る。や初列は赤褐色で。 高褐色の横縞が生える。くちばしの色彩は、開白色。光子の色彩は、ハイ色。バードリフ・インターナショナルでは2013年現在、本種をハイパタニディア族に分類している。標高825メートルの山地の頂上周辺の森林に生息する。以前は、ロードハウト全域に生息していたと推定されている。希少することはできない。 危険を感じると走行して逃げる。甲殻類、陸生の貝類、ミミズ、ウミツバメ科、ミズナギドリカなどの鳥類の卵、花、果実、チー類、キノコなどを食べる。繁殖様式は卵生。1 0翌1月、地表の物陰に草や苔を組み合わせた巣を作り、1から4個の卵を産む。死有交代で放卵し、放卵期間は20から23日。 人為的に輸入された豚ヤギによる生息地の破壊、人為的に輸入された犬の猫豚による捕食などにより生息数は減少した。法律する保護対策により2013年現在は生息数は安定傾向にあると考えられている。近年ではネズミク女用に人為的に輸入されたオーメンフクロウによる卵やヒナの捕食、交通事故死、水槽での溺死、感染症、 自然災害による影響が懸念されている。1980年から豚の駆除、飼育か繁殖させた個体を定置へ再導入する保護対策が進められている。1980年における生息数は約30と推定されている。2002年における生息数は220から230と推定されている。ありがとうございます。